グッチは、グッチオグッチが1921年に創業した、イタリアのファッションブランド、及び同ブランドを展開する企業である。バッグ、靴、財布などの比較商品をはじめ、服、宝飾品、時計、香水などを幅広く手掛けている。クリエイティブディレクターは、アレッサンドロ・ミケーレ。ケリンググループの中核をなすブランドで、同系列に、サンローラン、バレンシアが、ボッテガ・ベネタ、 セルジオ・ロッシ、ブシュロン、ブーマなどのブランドがある。以前は、グッチグループとして、これら系列各社を代表する存在であったが、1 9九十年代に、創業家のお家騒動と外資の買収に翻弄された経緯が関係し、フランスの流通大手企業である PPR の保有会社となった。二0 1 1年にグループそのものが、PPR グループの百パーセント子会社化されたことで、 系列、ブランドの元祖と呼ばれ、世界で初めて品質保証のためにデザイナーの名前を商品に入れたことでも知られる。銀座グッチグッチ店舗詳細は、グッチオグッチオ参照1881年、グッチオグッチはフィレンツェで生まれた。その後ロンドンに移り、イギリス貴族の宣伝された感性に刺激を受ける。1901年にフィレンツェへ帰り、 第一次世界大戦後の1921年に起業する。以後、数年間で成功を収め、乗馬をモチーフとした比較製品が人気となる。第二次世界大戦が始まると、イタリアでも比較は当製品となりかわが使えなくなってしまったが、代用品として、キャンバス地にコーティングを施して使うことにし、その配色が思わぬ人気を博した。同時期に代用品として、 畜素材も使用され、こちらもバンブーの名でアイコンとして認識されている。1953年夏、グッチオ・グッチは72年の生涯を閉じる。1953年、グッチオの反対を押し切る形で、息子のアルド・グッチがニューヨークに支店を出した。グッチオ亡き後、アルドの子で、グッチオの孫のパオロが二代目社長に就任した。マウリツヨ・グッチは、パオロのいとこにあたり、 ルドルフォの一人息子であるが、そのマウリツィオに、貧乏育ちのパトリツィア・レッジアーノという女が、接近し、誘惑した。ルドルフォがいつか死ねば、ルドルフォの財産をマウリツィオが相続することを見込んで、色仕掛けで近づいたと言われる。マウリツィオの父親ルドルフォは、一人、息子を誘惑している女のパトリツィアの蘇生を見抜いて、結婚にも反対したものの、パトリツィアは誘惑し続け、 結局父親の反対を押し切って二人は結婚することになり、ルドルフォは一人息子を怪しい女に奪われた形になった。やがてルドルフォが死亡すると、ルドルフォが持っていたグッチの株式はマウリツヨに相続された。するとパトリツィアは夫にグッチを支配するようにそそのかし、そのそそのかしに乗ってマウリツヨはアルドの息子たちの一人の所有する株式を買い取り、 全株式の50%以上を所有し、恩人であったはずのアルドを経営の座から追放した。代わりに、あまり経営の才能があるとは言えないマウリツィオが代表権を持つようになった。二代目、パオロ・グッチの死去に伴い、マウリツィオは、パオロの子たちに連行策を働きかけ、結果的にグッチの株式を独占することになった。パトリツヤアは、当初の野望を成し遂げた形になり、 グッチの女帝のように振る舞い始めた。例えば、デザインの才能もないのに、自分のオリジナルデザインのバッグを作らせたりした。しかし、パトリツヤがデザインしたバッグはほとんど売れず、パトリツヤの野望通りには、ことが進まなくなり始めた。マウリツィは、妻パトリツヤが自分と結婚したのは自分への愛というより、財産やグッチそのものが目当てであったことにようやく気づき、 パトリツィアに嫌気がさして、別居、愛を求めて、別の女性と暮らすようになった。また、経営の異があるとは言い難いマウリツィオが経営した、会社の売上は年々低下。やがてマウリツィオは、アラブ資本にブランドを売ることになり、グッチ家は、経営から締め出された。ただ、マウリツィオにはまだ多額の財産があった。当初の企み通りに行かなくなったパトリツィアは、マウリツィオに、 罰を与えるとして、マフィアを雇い暗殺を依頼した。マウリツィオはある朝オフィスに入るところで暗殺された。拳銃で後ろから撃たれ、さらに倒れたところを頭部に向かって撃たれ、死亡した。パトリツィアは、マウリツィオの暗殺実行のわずか数時間後には、裁判所に行き、マウリツィオの住宅などの差し押さえの申請をしたという。そうしておいて、マウリツィオが愛した女性をその住宅から強引に、 退去させた。事件は暗殺犯が暗殺の報酬として、パトリツヤから受け取るお金に関連して不満があったことが原因で発覚した。パトリツヤは逮捕され、裁判で懲役29年の判決となった。パトリツヤの企みと愚痴一族の崩壊に関しては、映画化が何度か構想されたものの、いずれも立ち消えになり、実現には至っていない。 2004年にはフランスを本拠地とする流通会社、ピナールとプランタン・ルドゥーテの参加となり、グッチグループの株式の10%程度が LVMH に取得された。この結果、グッチグループはグッチ家の手を離れた。その後、2013年に PPR は組織改変によりケリングと解消、グッチの事業自体もケリングに引き継がれた。アルドの孫であるグッチオは、その後、 2008年にタベグを設立。また、パオロの次男はハウス・オブ・フローレンスを開業し、原点に戻って新たな品質の発信を図るが、グッチ売却の際に交わされたグッチ家のブランドであるという宣伝を一切してはならないという契約により、世界展開を阻まれている。また、一族の小島グッチは時計ブランドコグを創立した。グッチ家の本家が、 本社金庫の鍵を現在も所有しており、その返還を求める裁判が係争中である。主要販売代理店は、ケディングジャパン子会社のグッチジャパン。メガネ、香水など一部商品についてはライセンスを保有する企業が販売、流通を担っている。広告などメディア関連の事業は、ケディングジャパン一括で、白報道グループと契約して行っている。 2019年2月、バラクラはニットトップブラックとして販売されていた黒色のタートルネックセーターがブラックフェイスを思い起こさせるとして SNS で批判の声が高まり販売が中止された。口元まで伸びる襟に大きな赤い唇がデザインされていた。ありがとうございます。